てましたけども、ね、また黒口監督も少しずつそういう、こういろんな変化を、はい、少しはさ、ギャップが開いた。鈴木武蔵が抜けました。鈴木武蔵だ。シャドウですね、はい、あのに対して少し意識がいってセンターバックも含めて清水は少し外に広がりましたよね。そうやって真ん中が空いてそこさ、金子蹴ります。手前に低いのが来た。同点。スモラですか。金子のコーナーキックから最後左サイドバック松原の頭、ね、この形の方がやはり得点は生まれやすいと思います。まあ、松原マーク外したところからしっかりと叩くことができて、手を広げた6ターン、ワンフェイク、左のスリー。前半のアディショナルタイム、ホーム北海道コンサドーレ札幌勝ち越しです。 PK が上手い選手の蹴り方ですよね。キーパーの重心を見て、はい、まあ、少し、まあ、スピードも変えながら、まあ、そうですね、もう蹴る瞬間にはもう完全に崩すことができてますからね。この少し止めた時にもう6ターンが逆に動きます。なんです、ルーカス・フェルナンデス、行ってあげたチャンス、チャナティップ、後ろからアンデルソン・ロペス。監督のサッカーって感じですよね。後ろでビルドアップして、はい、外展開して、このルーカスの運び方が良かったですよね、はい、縦のコースを開けて、そのシネス左チャナティ、あ、縦行ったぞ、アンデルソン・ロペス、左足狙ったお見事でした。お見事でしたね。ここも1対1を外して、まあ、最後のところも左に持ち替えましたけども、まあ、敵からすると多分右足でも打たれるとも思ってしまったところですからね。ここですけどね、でもここもう1個外してシュートまでいける、まあ、力があるのは非常に大きいですよね。カウンターの時にここも多分最後まで相手を見て判断をしたんだと思いますけど、はい、ここも少し外せてれば先にシュート打ったんだと思いますけどね。相手が対応してきたのでもう1個外してシュートにしましたけども、あの最後ちゃんとついたやつですね、はい、はい、このドリブルだけで大歓声、札幌ドーム、チャナティップ、チャナティップ来るか、アンデルソン・ロペス、ね、まあ、少し狙ったようには見えますけども、ここしっかり、まあ、気持ちよくなってるんでしょうけども、ゴールキーパー見て、はい、しっかりとコースね、西毛入れます。北川は勝負を狙ってきました。そのまま北川がプレッシャーをかける。石毛も行く、上げたチャンスの1かかと滝です。滝はなんと2000連覇、積極性が実を結びましたね。交代で入った、まあ、パイロットに失点した後でしたけども、はい、まあ、早速すぐに